人類が増えすぎた人口を宇宙に移民させるようになってすでに半世紀。地球の周りには巨大なスペースコロニーが数百機浮かび、人々はその人類の第二のふるさとで子を産み育て、そして死んでいった。時に宇宙世紀0079、地球から最も遠い宇宙都市サイド3はジオン公国を名乗り、地球連邦軍に対し独立戦争を挑む。後に言う一年戦争の勃発である。ジオン軍はモビルスーツと呼ばれる人型の新兵器を投入、誘導兵器やレーダー機器を使用不能とするミノフスキー粒子を利用した有視界戦闘にて、実に30倍の国力を誇る地球連邦軍を圧倒していった。このモビルスーツの有用性が実証されたことで、連邦軍内部も新型モビルスーツの開発を開始。 V 作戦と名付けられた開発計画により、モビルスーツガンダムとその運用を前提にした新造艦ホワイトベースが完成する。だがサイド7におけるジオン軍の赤い彗星シャア・アズナブルの襲撃により、正規軍人の大半を失ったホワイトベースは避難民を乗せたままサイド7を出航。南米ジャブローの地球連邦軍本部へ向かうべく、空から地球への大気圏突入を敢行する。突入。
性能の違いが戦力の決定的差ではないということを教えてやる。ホワイトベースはやらせるものか。白いやつが出てきたか。こいつ、これ以上やらせるか。見せてもらおうか、貴様のその実力とやらを。落ちろ。沈め！ジー！もう少し早く反応してくれ！
度こそシャアの動きに追いついてみせる。甘いな、その程度の腕で。撃て！邪魔だ！生意気なんだよ！捕まえたぞ！もらった！当たれ！艦隊避難！出力低下。遅いわ。何をやっている。行かせないよ。行け！これ以上敵をのさばらせるな。今はやるしかないんだ。落とさせてもらう。決めてみせる。こいつ。そこだ。
以上はやらせん。こんなところでやられるわけには参りませんわ。ここで死ぬの私。この舞台の主役がどれほどのものか見せてもらうぞ。本命のご登場か。楽しませてくれよ。どういう敵なんだ。ジオンの新兵器か。戦争は勝って終わらねば意味はないのでな。こいつ、これ以上やらせるか。そこか。ジン、邪魔をするな。そこ、多少の損害は仕方あるまい。Thank you.
ならこっちだって負けちゃいないはずだ。あくまで向かってくるか。直撃させる。逃がしはしない。落ちろ。